1週間ぶりです。生島ヒロシの達人の道。今回はですね、今その美容業界とか医療業界で大変注目の水素を扱っていきたいと思いますね。今回は水素の達人です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。マイホームが欲しい。そろそろマイホーム考えましょうよ。このまま賃貸じゃダメなの？家の階音うるさいし、やっぱり一戸建てよ。そんなこと言っても、一体一戸建てっていくらすると思ってるんだい？そんなあなたにスムストック。スムストック？日本にも安心して買える中古住宅があります。スムストックで検索。なんて言ったってね、あの活性酸素を除去してくれると言われている水素、今日その水素の達人にスタジオにお越しをいただきました。日本医科大学教授でいらっしゃいます太田重雄先生ですね。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。太田教授は水素研究の第一人者。アメリカ医学雑誌ネイチャーメディシンに論文、体内の活性酸素を水素が除去を発表。精力的に研究を続けています。実はですね、はい、私もあのこの健康に関してはね、もともと親父が53で癌でいっちゃいましたし、でお袋なんかも脳梗塞で2回倒れたりとかして、まあどっちに転んでもね、ちょっと怖いなと思いながら、まあ一生懸命こうケアしてたら、まあ、62歳までね大病することなく来てるわけですよ、はい、でそんな中で僕が今一番注目したのは水素の力です、これ実際まだ水素ってのはやっぱりね、酸素だとか水素とかいろいろと言われますけれども、本当にすごい力なんですか？それは本当にすごい力なんですよ、世界中で今たくさん研究されてまして、2007年に私たちが最初に論文出したんですけど、5年間ですね、もう250もの論文が世界中から出てるくらいなんですね。なんで今この水素なんですか？それはやっぱりあの私たち実は研究始めた2005年なんですけども、7年かけてですね、じわじわじわとやっぱり世の中で認めていただいたということだと思うんですね。秋にね、一番読まれてる週刊誌で水素の特集を上げたらば、なんか2週連続ですごい反響になってしまった、そうらしいですね。週刊誌が取り上げ一躍話題となった水素水、いろいろな情報が飛び交っています。この水素水ブームを紐解いていきましょう。太田先生もそれには？もちろんその、取材を受けてますし。じゃあその水素なんですけども、まあ我々ね、日本人はやっぱりがんにかかる率が高いわけですよね、でその中でその活性酸素が、まあがんの元とかって言われますけど、この活性酸素をやっつけてくれるんですか？そうなんです。どういう構造でそれをやっつけられるんですか？水素っていうのはですね、まあ、昔水平リーベなんて覚えましたけど、一番最初の小さい分子なんですね。それで H が2つくっついて H2 というのが、まあ、水素の分子ということで働いて、でそれはですね、水にも油にも溶けるって性質があって、で細胞っていうのは外側が油で中が水なんですね。で水と油両方溶いて、しかも小さいですから体の中をすり抜けるっていう性質があるんですよ。ですから悪いところにちゃんとたどり着いてくれるという性質があるんですね。それで活性酸素の中でも一番強力なものをちゃんと反応してなくしてくれる、そういう性質があるんですね。水素は細胞の隅々まで到達します。活性酸素種消去には水素のように容易に生体膜を透過できるものが理想。この青い丸が水素、活性酸素に吸着し消去します。水素は効果的に酸化ストレスから細胞を守ってくれるのです。水素ってのは見えないですよね？見えないです、見えないですけどね、測ることはできるんですね。測れるんですか？もちろん測れます。だって測れなかったら研究できないですから。ですよね、見えないけど測れる。測れます、そもそもその活性酸素の方は、なんか活性酸素って名前を聞くと、なんか体に良さそうな感じがね、そうですね、あのネーミングは、しかしこれは悪さをする。そうですね、これは除去すると、その時のこうシステムとか構造はどうなってるんですか？水素の役割って2つあって、一つは水素がその活性酸素直接ぶつかって消しちゃうと、水にしちゃうんですね。酸素と水素が混ざって水になっちゃう、電気分解
皆さん中学校あたりでやったことあると思うんですけど、電気分解すると水素と酸素がボコボコって泡が出るよと、まあそれの逆をやるわけですね。であともう一つはですね、水素を体内に入れてると体質が変わるというか、活性酸素を消す酵素がですね増えてくれるんですね。それで体の中に今度活性酸素が発生したり、外から入ってきた場合にそれを消してくれる力が今度はパワーアップすると、まあそういう二段構えで水素の力っていうのを発揮してるんです。そもそも活性酸素って何でできるんですか？活性酸素っていうのはですね、ミトコンドリアというエネルギーを作るところで、まあちょっと放電しちゃうような感じなんですね。で酸素と電子ですね、この電気とかなんかのコンピューターとかなんか使う電流ですね、あれがくっついたのが活性酸素のそもそものできた原因なんですよ。じゃあ結構活性酸素というのは無敵な感じだったんですね。ちょっと複雑な話になってしまうんですけども、今まで活性酸素っていうとですね、全部悪者っていう考え方したんですね。昔コレステロールもですね、コレステロール悪いと、で最近は善玉と悪玉があるって分かってきましたよね。で活性酸素もですね、必要な部分も実はあってですね、でそれを私たちは善玉活性酸素と悪玉活性酸素と呼ぶようにしたんですね。で善玉活性酸素を全部取っちゃうとですね、ちょっと寿命がかえって短くなってしまうという、ちょっと怖い話なんですけども、でそこで私の研究っていうのは、そう善玉は消さないけど悪玉を消すのはどうしたらいいかっていうのが水素の研究なんですよ。で水素はその悪玉の方だけを消して善玉は消さないっていう性質なんですね。すごいです。ですからその活性酸素をなくすっていうだけじゃなくて、それをちゃんと分けて消してくれるっていう、それが非常に優れものなんですね。水素が私たちの健康に大きく貢献してくれていることが分かりました。その水素をもっと詳しく、お知らせの後。先生ね、実は私の家には水素水のウォーターサーバーがありましてね、で、実はまあ我々よりもむしろうちのワンちゃんがもう18歳で2回目の脳梗塞を患ってるんですよ。それでもう本当にもう歩けないような状況になって、これはまあちょっと危ないかもしれませんって獣医さんに言われたんですよ。でちょうどそのタイミングでその水素水のサーバーが来ましたから、もうできるだけ人間が飲まないで、もうそのうちのワンちゃんだけ飲ませて、そしたら興味の回復をしたんですよ。あ、なるほどね。獣医師さん、なんかあれですかって、いや、水素水をあげたったら、はぁって言ったんで、これどう思う？いや、それはきっと本当だと思うんですね。で、活性酸素の害っていうのはですね、いろんな病気の原因なんですよ。で、癌と脳梗塞って全然違う病気ですよね。そうですよね。だから、癌は癌の原因があって、脳梗塞は脳梗塞の原因があることあるんですけど、その大元にあるのは活性酸素なんですよ。まあ、ですから、癌を抑制するということもできますし、脳梗塞を抑制したり、良くなったりする。で、実際ですね、もう、あるクリニックでは、脳梗塞の患者さん、人間ですね、ワンちゃんじゃなくて、人間の患者さんに使ってるんですよ、もう。それでちゃんと学術論文も発表されてるんですね。人間の脳梗塞に治療を使いましたと、まあ、そういう段階まで来てるんですね。うわ、いや日本はね、超高齢社会になってきて、長寿の方が多くて、100歳を超える方も今4万5千人とかそんなね、普通になりましたね、100歳を超えましたね。じゃあ、まあ、だけども僕は思うんですけど、できることならばその自立できて健康寿命がね、100までとか120まで続けばいいなと思うんですけど、その鍵はやっぱり一つは水素ですかね。そう思いますね。というのはですね、まだ100歳の方を何人もですね調べたことがないので、人間に当てはまるかどうかまだわからないんですけども、まあ、私たちはネズミ使って寿命が伸びるかどうかとか、そういう研究もやってるんですね。でそうするとですね、例えば高脂肪のものを食べさせるネズミはやっぱりだんだん早死にしていくんですね。人間もきっとそうだと思うんですが、ところが水素水を飲んでるとですね、高脂肪食を食べててもですね、寿命が伸びちゃうんですよ。でもっといいことはですね、こうだんだんこう死んでいくわけなんですけども、最後の行くところは一緒なんですよ。ですから人間も長生きはしないで、その長生きするまでに健康で生きられるっていうのが水素なんです。ですからネズミにですね、水素やるとですね、あるところまで行くとみんなパタパタパタって死んでくれるんですね。ですからまあそういう意味で、水素水飲んだからまあ150歳まで生きるとかですね、200歳まで生きるっていうことはきっとないと思うんですが、
まあ、100歳まで皆さん元気で生きてっていうそういう社会になるんじゃないかなと期待してるんですね。もうそれ望む社会じゃないですか。そうなんですね。であまりにも話がちょっとねうますぎるんで、はい、なんか本当かなってみんなに思われてしまうんですけど、しかも姿が見えないですからね。高脂肪の食事をとるマウスでも水素水を与えると生存率が上がります。動脈硬化を発症するマウスですが、水素水を飲んでいればそれを予防できることも分かっています。